この本の主人公の名前、それがナルトだ。だから俺の名前はエロ仙人からもらった大切な形見だ。俺が諦めて師匠の形見に傷をつけるわけにはいかねえ。俺は火影になる。そんでもって雨隠れも平和にしてみせる。俺を信じてくれ。なぜだ。お前はどうして自分が変わらないと言い切れる。これからどれほどの痛みがお前を襲うことになっても変わらないと自分を信じたままでいられるか。そう言い切れるのか。自分自身を信じられるのか。俺だって痛みはあった。でっけえ痛みを飼ってる。これからだってどんな痛みが俺に襲いかかるか。でもだからって自分を信じられなくなっちまったら、主人公が変わっちまったら別の物語になっちまう。師匠の残したもんとは別の本になっちまう。それじゃあナルトじゃねえ。俺は師匠みてえに本は書けねえ。だから続編は俺自身の歩く生き様だ。どんなに痛えことがあっても歩いてく。それがナルトだ。主人公が変わったら別の物語。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと前に言ったな。あれは冗談のつもりだったんだがな。お前は不思議なやつだ。昔の俺を思い出させる。ナガト。俺はジライアを信じることができなかった。いや、自分自身をも。だがお前は俺と違った道を歩く未来を予感させてくれる。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。外道輪廻転生の術。ナガト、あなた。コナン、もういい。俺には新たな選択肢ができた。諦めていた選択肢が。なんだ、何の術だってばよ。
リンネガンを持つ者はペイン6人全ての術を扱い、生と死の存在する世界の外にいると言われている。ナガトの動力は生死を司る術。七人目のペイン。解道。今のチャクラでこの術を使ったら、ナガトはそこまでしてこの子に。ナガトを変えた不思議な子。ようじゃの。どうなったがじゃお。予言通りじゃ。ジライヤの弟子二人ともが予言の子として交わり、忍びの変革を導く者たちだったとは思わなんだが、あの時ジライヤが諦めん選択をした時点で、このことはもう決まっていたのかもしれんの。あの本が本当に世界を変える鍵になるとはのう。